視点を変えれば世の中は変わる。私たちはリシンクをキーワードに、これまでにない視点や考え方を生かしたプロジェクトを日本各地で展開しております。さて、今日はどんなリシンクに出会えるのでしょうか。今日のひらめきの時は、前回に引き続き JT の森中ヘチ、除伐作業に挑戦したコットンの2人。作業を終えて向かった先は、着いたよ、やっと。ねえ、あ、出た、 JT の森。こっから歴史は始まったんすよね。こっから始まったのか。ねえ、ここから始まった森林保全活動は19年も続いてるんだとか。そう考えると感慨深いよな。いや、じゃあ早速ね、ご飯いただきましょう。お前は、おい、こんにちは。こんにちは。あ、こんにちは。こんにちは。いらっしゃいました。あら、よろしくお願いします。いい、豚汁の番人ですか。これは番人ですよ。なんとこの豚汁、第1回から参加者に振る舞われているんだと。実はこの方、森林組合会長の岡上さん、JT の森中ヘチについて詳しく話を聞くことに。組合長、いただいていいですか。はい、どうぞ。いただきます。いってらっしゃい。いや、最高、あったまるわ。ありがとうございます。おいくつですか、組合長。78歳になりました。若っ。そら、お仕事はやられてどれくらいなんですか。60年ぐらいになるかな。この森見てきて、なんか変化ありましたか。全く変化ありましたね。うん、初めは全然気がなかったんです。荒れ放題の土地だったんですよ。はい、はい、この DG、まあ、日本タバコ産業さんのおかげで、はい、こういう森ができました。地道な活動で山に緑が戻るんだ。このお仕事の魅力って何なんですか。やっぱり植えた木が成長してくれるってことですね。槍のようにこう伸びてくると、これはまた楽しみやるな。私は切ることの方が仕事のメインなんです。ただ植えることもやっぱり大事ですね。そっか、はい、まさに SDGs。 林業に親しんでもらうために開かれた重機操縦体験に参加することに。みんな見てるよ、何やっちゃってんの。これで切れんだ。あいー、難しいっすね。難しい、難しい。それがまた面白いところや。確かに。なるほど、男の憧れね。そうです、憧れよ。重機はね、貴重な体験だ。ここで JT の森中ヘチの活動を続けることについて、田辺市の真名子市長にお話を伺いました。自然の中でもですね、特に森林面積が 88% を占めるということで、特に熊野古道というのは、このもともと森に神が宿るという発想から始まってますので、森林が持つ多面的な機能、そういうものを大切にしながら、この町づくりをしていく必要があると考えています。森林の整備や維持管理というのが、民間の力や行政の力だけではいかんともしがたいということで、企業の皆さんの、まあ、CSR 活動なんかも含めてですね、社会貢献をいただきながら森林を整備するという、そういう取り組みは積極的に進めています。その森を中心とする熊野古道が来年世界遺産に登録をされて20周年という大きな節目を迎えます。さまざまなイベントも用意してますので、ぜひ皆様には田辺市に一度お越しいただけたらと、このように思います。JT の森がね、うん、ここの中ヘチから始まったと聞いて、そうだね、うん、で、まあ19年、19年か。そうですよ、それぐらい続いてるってことで、だからこの綺麗な森はそういったね、地道な活動で守られてるってことなんですよね。あ、そうなんだね。だから僕ら芸人として12年目だから、だからもう本当に JT の森じゃなくて森兄だね。森兄って呼ぶ。 JT は残した方がいいと思う。 JT の森兄、はい、これからもね、よろしくお願いいたします。こういう綺麗な森を見られるように、また来ましょう。はい、はい、ありがとうございます。最高でした。コットンもリシンクできました。グッズがこちらです。次回のひらめきの時は、アドベンチャーワールドが考える SDGs のリシンクを探します。